皆さんこんにちは、タイキズライフのタイキです。今回は70代のコースマネジメントについて徹底解説していきます。163ヤードのパー3、右側には崖があり、グリーンのサイドには2つのバンカーが用意されています。まずはグリーンの中央を狙って乗せることだけを意識して打っていきます。これ完璧だな。少し大きくなってしまいましたが、なんとかグリーンに乗せることができました。残りは10歩の下り、ややスライスラインのバーディーパット、カップ1個分左側から狙っていきます。非常に湿ったグリーン、距離感がつかみづらくなっております。折り返しの3歩の距離のパーパット、今度はフックラインとなりますので、カップ1個分右側から狙っていきます。続いて600ヤードの左ドッグレッグのパー5、まずは5番ウッドでドローボール系の球を狙っていきます。距離が長いパー5ですが、左サイドには OB がないため、左側を狙ってなるべくショートカットしてマネジメントしていこうと思います。また3打目に150ヤード前後を残して勝負していきたいと思います。残り374ヤード、5番ウッドでドローボール系の球を狙います。狙いとしてはこのツリーの左サイドから狙い、ショートカットしていきます。残り146ヤード、打ち下ろしなので実質的には136ヤードぐらいと見て打っていきます。またつま先が下がっている点からややフェードの球が出やすいことを意識します。いい位置に乗りました。残り10歩のバーディーパット、ラインはスライスラインなのでカップ2個分左側から狙っていこうと思います。想定以上にスライスしてしまいました。残り2歩のパーパット、今のスライスの具合を意識してもう一度カップ左側から狙っていきます。続きまして416ヤードのやや距離のあるパー4、少し右にドッグレッグしているのでドライバーでフェード系の球を狙っていきます。狙いとしてはカード沿いを狙っていくようなイメージで打っていきます。ドローボールが強くかかりすぎてしまうと池の方向へ行ってしまうので注意します。残り110ヤード、打ち下ろしなので実質的には100ヤードくらいと見て打っていきます。また、つま先がやや上がっている点からドローボールが出やすいことも意識していきます。これはやってしまいました。地面がぬかるんでいることを考慮してもっとクリーンに打つべきでした。残り40ヤード、50度ウェッジで転がすような球を狙っていこうと思います。
短い。まっすぐ。重いよ。重いわ。八の上り、まっすぐ。ご視聴ありがとうございました。インコースは最後にダボを打ってしまったので2オーバーという結果になりました。雨が降っている時には地面の湿り具合を特に確認しようと思います。